早押しクイズ、キキキの9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 。さあ、順位光が早押しクイズの名前を欲しいままにするためにですね、みんなが努力するコーナーですけれども、先週あらかじめ早押しで言っていた答えがですね、スーパーカー、それから夏休み最後の日ということで、これに合わせてみんなクイズをですね作ってきてくれているということですが、この間ミリオネアの芸能人大会ってどうなったのかな、見てなかったけれども、呼ばれたいね。多分ね、1000万円かかってたら絶対ボケない。もうやっぱり1000万円はボケられない値段ですよ。今まで、その、最高、テレビ最高、その賞金額でボケた人は高田純次さんが、僕の中では高田純次さんが、自分の司会のやってる番組で、150万かかってる問題でボケたっていう。すっげえ。しかも、キンキキッズとペアを組んで150万かかってる問題で、キンキキッズはマジで取りに行ってたけれども、高田純次さんはいとも簡単にボケたっていうのが今まで最高記録で、その時は僕帰り道に泣きましたね。あんまりに嬉しくて。だけども1000万はボケらんない。ねえ。オーディエンスなんか無視ですよ。別にそんなね。そういうことでですね、キキの急遽、まず最初こっち行きましょう。スーパーカーが答えになる問題です。スーパーカークイズ、キキキの急の急の急。俳優の森重久彌さんや映画評論家の小森和子さんが乗りそうで乗らない車といえば何？スーパーカー。お笑い漫画道場などでおなじみのタレントで、名前は団吉といえば名字は何？スーパーカー。名作時代劇子連れ狼で主人公尾上一頭が息子の大五郎を乗せているものといえば何？スーパーカー。小学校の卒業文集を何の気なしにめくっていたところ、 N 君の将来の夢の欄を見てびっくり。やばいやばいとは思っていたが、小学校6年生にしてこんなことを書いているとは。さて、そこにあった文字は何？スーパーカー。陸上男子 100m 走で世界新記録を出したカナダのベン・ジョンソン選手。しかし後になってあるものを使っていたことが判明し、記録は取り消しとなりました。オリンピックなどで使用が禁止されているこのあるものとは一体何でしょう？気づけよ、スーパーカー。太陽ホエールズ時代の屋敷外野手、高木豊内野手、加藤博和内野手といえば、それぞれダフ屋顔、山下大輔がいるから目立たないけどかなり来てる、お調子ベンチウォーマーというニックネームでおなじみですが、3人まとめると何トリオと呼ばれていたでしょう？スーパーカー。乗り物集まれ、いろんな車、どんどん出てこい、働く車、交通安全守ってパトロールカー、パトロールカー。さて、名曲働く車の中で、食うや食わずで買ったはいいけど明日からは車上生活、でも小学生の頃からの夢だったから、ブロロンブロロロ、すげえやすげえ、30分後に当たり屋さんにロックオンされていると歌われている車といえば何？スーパーカー。月刊花と夢とワイシャツとギロチンに大不評連載中の少女漫画、国立死んだ蟹州学園粉チーズ部の第1話からの問題です。主人公の少女早乙女リベロはちょっとおっちょこちょいな高校生、今日もパンを口に加えて通学路を猛ダッシュ、いやん遅刻しちゃうと慌てて飛び出した曲がり角で彼女がぶつかったのは、さて何でしょう？スーパーカー。小学生の時、近所に住んでいたヘルメットおじさんがランボルギーニファイヤーやポルシェ9999ターボの設計図を見せてくれましたが、20年経った今でもそれらの車を目にしたことはありません。きっと試作段階で製造中止になったのでしょう。さて、おじさんがそんな極秘資料を持っていた理由を、何の秘密工場に勤めているからだと説明していたでしょうか？スーパーカー。夢見がちな童貞期の妄想の中でも特に貧困なものを575の17文字に読み込んだ第1回童貞の貧困な発想川柳コンクールで見事金賞に輝いた一句、助手席に優香を乗せたと来て下の句は何？スーパーカー。どんなの来てんだろう、そのコンクール。もう童貞期の妄想の中でも特に貧困なものだから。
いや、意外に童貞期の妄想っていうのは細かいところまで行く素晴らしいのがあったりするわけですよ。それがなんか芸術に結びつくようなのが貧困なもの童貞の貧困な発想川柳コンクールっていうんで始まるんですよNHK しかも中継が。それでは金賞の発表です。助手席に優香を乗せたスーパーカー。もうダメだ中2が書いてそうだな俺これレベル高かったですね。今のペンネーム第4スタジオ炎上事件さん、それからですね、小学校の時近所に住んでいたヘルメットおじさんが、もう俺はね、ヘルメットおじさんって言葉にやられちゃったから、それはなんか例えばいつもヘルメットをかぶってるのか、髪型がなんかきっちり油でヘルメットみたいになってるのか、どっちかみたいな感じなんですけど、ランボルギーニファイヤーやポルシェ9999ターボの設計図を見せてくれました。でおじさん必ずみんなに、おじさんスーパーカーの秘密工場で働いてるからこういうの分かんだよっていう汚い字なんだろうな。ペンネームアキルノシスパゲティ侍さん、それとね、月刊花と夢とワイシャツのギロチンに大不評連載中って、じゃあ連載止めろっていう話なんですけど国立神田カニ修学園粉チーズ部だからね読みてえっつんだよもうな。茨城県取手市村山翔太郎プラス福岡県ペンネーム判決バットルロロロロプラスアルファさて名曲働く車の中で食う役は図で買ったはいいけど明日からは車上生活でも小学校の頃からの夢だったかるわブロロンブロロンすげえやすげえ30分後に当たり屋さんにロックオンされてるスーパーカースーパーカーですか長えじゃねえかよこのフレーズだけお前レベル高っベン・ジョンソンねスーパーカーは禁止されてますよそれはいい記録が出たとしてもそれはダメですよということでスーパーカーに関する問題でした。続いてはですね、答えがですね、夏休み最後の日になる問題、夏休み最後の日クイズ、キュキュキュの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 9。まずはこの曲をお聴きください。叩け、まさかです。明日はきっと何かある。明日はさて明日は何だと言っている途中からでいいじゃん、全然途中からでいいじゃん。明日は夏休み最後の日。7月21日晴れ、待ちに待った夏休みがやってきた、友達と海に行くのが楽しみだ。この日記が書かれたのはいつ夏休み最後の日。一般的には8月の31日、スクールエスケーパーにとっては冬休みが始まる前の日といえば何夏休み最後の日。昨年の夏のこと、週刊少年マガジン史上で編集部の木林氏率いる MMR なる集団が地球滅亡だなどと大騒ぎしていましたが、結局のところうやむやのうちに連載は終了。実際の木林氏が MMR について一切忘れたのは昨年のいつ頃のこと夏休み最後の日。小学校5年生の時、僕らの住んでいる東北地方に東京から転校してきた勝又君は、8月の24日から31日までの間、堂々とハワイ旅行に出かけたことで、クラス全員の反感を買いました。ただ海外旅行に出かけるだけでも嫉妬の対象なのにもかかわらず、クラス全員が帰国した勝又君を必要以上に責め立てたのは、東京育ちの勝又君一家が何を勘違いしていたからでしょうか。ああ、夏休み最後の日。毎日ハローワークに出かけるうちの親父が家を出るときに苦笑いしながら言う言葉、それじゃあ今日こそほにゃららにしてくっから。さてほにゃららに入る言葉は何。夏休み最後の日説明。この番組を TBS で聞いている学生にとってはまだ余裕がある言葉なのに、 HBC で聞いている学生にとっては記憶に新しい地獄絵図といえば何。もう学校始まってんだよね。夏休み最後の日。
人気ゲーム僕の夏休みで玉袋を蚊に刺されて猛烈なかゆみに襲われるも、場所が場所だけに金柑を塗るわけにもいかず、昆虫図鑑と辞書の間に玉袋を挟んで一心不乱にゴリゴリやっていたら、それを嘲笑うかのように風鈴がチリーン。ふと我に返り、こんなことしてたら宿題終わらねえや。こんなムービーが見られるのはいつ。夏休み最後の日。一つ、読書感想文は去年のものをアレンジせよ。一つ、ドリル系は回答を模写、ただし所々に誤答を混ぜよ。一つ、日記は調子に乗りすぎるな、特に中盤戦は嘘がダイナミックになりがち。といえばどんな日の参加状。夏休み最後の日。実は私鈴木純、今 TBS ビッグハットビルの地下100メートルにある新道地下帝国で働かされています。会社には勝手に休暇届を出されてしまいました。早く50万マサコペリカ貯めないと。もし50万マサコペリカ貯まったら、その日が私の、さて何の日でしょう。夏休み最後の日。ジュンさんはもう勝手に夏休み取られちゃってるわけですよ。それでもうあのエレベーターの一番下の階のボタンを100回連打するといけるんですけど、地下帝国の方に今行って働いてますから。マサコペリカはまたえげつないですからね。日本のその円に換算すると、3万分の1の額面しかもらえませんからね。頑張ってジュンさん出てきてほしいんですけど。俺はね、やられたのはね、結構地味だけどやられたのは、あのハローワークに出かけるうちの親父が家を出るときに苦笑いしながら言う言葉、いや今日この夏休み最後の日にしていくから。切ねっすよ。人気ゲーム僕の夏休みで、玉袋を蚊に刺されて猛烈な痒みに襲われるも、場所が場所だけに金柑を塗るわけにもいかず、昆虫図鑑と辞書の間に玉木を挟んでゴリ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 とやっていたら、それを嘲笑うかのように風鈴がチリーン。ふと我に返り、こんなことしてたら宿題終わんねえや。宿題のために辞書と昆虫図鑑出してるんだと思うんですよ。それでゴリ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 ってバカ。ペンネーム多いおばさんからもらいましたね。あの結構これを読んでびっくりしたのは、東北とか、それからあと北海道とかは、それからあ今 AD 柳沢くんの故郷長野とかは夏休みはもう終わってるんですか。あそう、え今日からぐらい学校って。あそれじゃあ夏休み最後の日なんて問題を出してると、あ大変だったよっていう感じでHBC リスナーは聞いてるってことだ。あそうか、実話っぽいもんな。なんかこのその何、海外旅行行っちゃって分かんなくなって、だって分かんねえもんね。だって夏休みの8月31日に終わって当たり前と思ってるもんな。あと、明日の授業長すぎ。明日の授業長いっすからね。ということで、さて来週の答えはですね、一つがですね、24時間テレビ、ね、愛のある問題ですよ。もう24時間テレビが答えになる問題ですよね。それからもう一つがですね、コナミという答えになる問題ですね。この二つの答えが出るような問題を書いて、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光深夜のバカ字から24時間テレビクイズ聞くの Q、 もしくはコナミクイズ聞くの Q の係まで送ってください。待ってます。早押しクイズ聞くの Q の Q の Q の Q。早押し新記録ですよ。あの問題の読まれるもう2週間前に僕は早押しして答え出してますから、もう2週間前に僕はもうファイナルアンサーを出してるわけですよね。それに対してやっとクイズが今日出るわけですから、恐るべきですよ。ちなみに2週間前に僕が出した答えがですね、コナミ、それからまあ24時間テレビというこの2つなんですけども、最近すごいね、ミリオネアがさ、なんか芸能人大会ですごい視聴率が良かったらしい。それまで結構低迷したのが、芸能人大会をちょいとやったら 20% ぐらいゴンっていって、だと今度あれもやるでしょ、クイズタイムショックも1000万とかになるでしょ。なんかね、5人1組なんだよね。でもね、
すごい大変なのは、すっごいクイズ好きで、一人でクイズ研でコツ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 孤独に頑張ってきた人は、クイズよりも5人集めるのが難しいだろうって、今そういう状況になってるんですけれどもね。まあ、私がまあミリオネアのね、芸能人大会に出たらもう1000万間違いなしっていう状況なんですが、さて、最初の答えはですね、コナミになるクイズいきたいと思って、コナミすごいな。いろいろ調べたらな、今、コナミってさ、いろんなものの名前をさ、商標登録、登録商標化するために商標登録しようとしてるわけなんだよ。要するに、商標登録すると、例えば、コナミの出している実況パワフルプロ野球っていうゲームを商標登録すると、それはコナミの登録商標になるから、他の人は実況パワフルプロ野球っていう名前のゲームがまあ出せなくなると、まあ大体思ってくれれば、大雑把に言うとそういうことですわ。で、登録商標は、いろんなジャンルについてのその申し出があるから、例えば、何とか例えに出せばいいのかな。パワフルプロ野球っていう名前の、例えばお菓子で取ればお菓子はコナミが出せなくなるし、それを例えばゲーム DVD の類とかでやると、そのゲームは出せなくなるし、みたいなもんなんですけども、それがさ、その特許庁のホームページとか調べるとさ、はがきで結構あったのね、その今、俺は最初にこれはどういうことなんだろうと思ったんだけど、例えば、コナミが今、ホワイトベースとか今コナミが登録商標にしようとして、関係ないじゃん別に。ガンダムのゲームだってバンダイから出てるわけだし、ガンダム作ったのはコナミじゃないんだけれども、ホワイトベースっていう言葉は、デジタルコロコロコミックとか、コナミが片っ端から取ろうとしてるの。ヒゲヒゲ団とかコナミ取ってんだよ。だから俺が、ジュンさんと、例えば俺がヒゲ伸ばしてヒゲヒゲ団を結成しようと思っても、ヒゲヒゲ団セクシーフォト集みたいの出そうと思っても、CD ロムで出そうと思っても、それはもうコナミの登録商標なんですけど、いや、俺、ちょっと思ったんだけどさ、それがさ、ブルートレインとか出してるよね、商標登録。出してるのね、コナミがね。っていうことは、例えばブルートレインのフォト CD とか DVD とかを出そうとしたら、これはね、コナミに行くばっか払わなきゃいけないの。変だよね。だってブルートレインってコナミが考えたもんじゃないでしょ。そんなのに、そういうのすんごいいっぱいあるんだよね。はがき職人ってもうすでにコナミのものなのよ。はがき職人っていう名前の入ったゲームを出そうと思ったら多分コナミに一言おそらくいるんだと思うんですよ。もうコナミの登録商標としてゲーム関連は抑えられてるから。だからなんていうのかな、俺が例えばはがき職人のその足跡みたいな、そのちょっとしたデータベースの CD を作ろうと思ったら、いや、ごめんなさい、このはがき職人って言葉はコナミのものなのでっていうことですよね。すごいね。何を目論んでいるんでしょうか。いや、おそらく、ゲームという世界が、これから健全に発展するためにこういう登録商標を取ってるんだと思うんですよ。こんな当たり前じゃないですか。俺も自分かわいい。もうすでに俺のファミ通のコラムの中でパワープロっていう言葉は、あの野球ゲームという風に変わってますんで。いや、でも、おそらく、もう一回ちょっと分かりやすく確認しておきますよ。もう、コナミは、このゲームを作った人の権利とかが、もうきちんと、正常に、円滑に運営されるためにとか、ゲーム業界がこれからも、よりよく発展するために、いろんな登録商標を片っ端から取ってるんだと思うんですけれども、なんか勘ぐっちゃうよな、なんかな、びっくりしちゃうよな。な。もう、俺やめよう。もう32にもなったんだから、もっとさ、電力番組にしようや。ちゃんと次から次へと、ちょいとしたアニメのパラパラバージョンの曲なんかがガンガンかかってきながら、もうみんなにお得なコンサート情報とかを届ける番組にしたいんですけれどもね。そんなじゃあ、コナミクイズいきますか。それでは、コナミクイズ、キキキの9の9の9!上上下下訴訟権利訴訟権利 BA さて何コマンドコナミコマンドこれ最近 NHK の生活小百科に送られてくる法律に関する相談の 80% は何絡みが占めているでしょうコナミ絡み桑和清原の KK コンビが復活なぜコナミ警察24時などの番組で暴走族やエロ絡みで検挙された店に立ち尽くす親父にモザイクがかかっているのは彼らの肖像権が誰のものだからコナミキャラクターなんだ光栄の新作ソフトで
あらゆる権利を買い占めることでライバルにダメージを与え、廃下になったゲーム会社からサブライセンス契約料をもらうことでゲーム業界で一人勝ちを収め天下統一するゲームといえば何の野望？コナミ。もうどうにでもなれ。専用コントローラーの下に練ったうどん粉を敷いてから踊ると、踊り疲れた頃合いでコシの強いうどんがいただけるという裏技で有名なダンスダンスレボリューションを作った会社はコナミ。昨年東京ドームで上がった声援ベスト3の第3位はカットバセ松井、第2位は奈良原地味すぎでしたが、第1位の遊戯王カードよこせに関わりの深い企業といえばどこ？コナミ。コナミ。全ての格闘ゲームは ER カンフーの海賊版だと思っている会社といえばどこ？コナミ。相撲部屋の親方になって横綱を育てようというキャッチフレーズで発売されたものの、いざやってみると弟子の 75% は靭帯を切って入院、寺尾は平成32年現在でバリバリの現役、おかみさんは医者と不倫というゲームの発売元はコナミ。TBS のシンボルマーク G-INが我が社の社長のポコチンに似ているので使用をやめてほしいと訴えてきた会社はどこでしょう？そんなことしねえよコナミ。皆さんこんばんは、 TBS アナウンサーです。ただいまお聞き苦しい点があったかと存じますが、実は新藤アナに私のという本名を商標登録されてしまいまして、これから勝手に使ったらごまんなと言われてしまいました。伊集院さん、こんなやり方って他にもやってる人いるんですか？コナミ。熱いわ、熱いわ、このクイズ番組。もうあちゃっていう感じだわ。もちろんギャグだけどね。大丈夫、大丈夫、今ので大丈夫。もちろんギャグ、ギャグ、ギャグ。俺、一応ね、あれだよ、この間調べたら、大丈夫博士っていうのは、どこも登録商標にしてないんですよ。俺、取れんのかな？あれ、登録、商標登録って結構お金かかるんだよね。いろいろその、商標登録をする専門の、弁理士さんとかああいうの頼むんでしょ？多分、もちろん却下されたりもするんだよね。拒否とかもなったりするんだけど、でも30万ぐらいかかるらしいんだよね。だけど俺としては30万の使い道としては、やってみてっていう。で、どの道取ってもなんか裁判とかなったら負けんじゃねえの、きっと俺が作った名前じゃないから。あれでやんね。もし少子帯儲かったら取る。ね、取る、みんなで。ね、大丈夫、博士。さあ、いろいろですね、他にもですね、採用はされなかったんだけれども、惜しいっていうですね、クイズも結構来てますんでね。早押しクイズ聞くの9、ペンネーム夜のマシンガン侍。問題。訴えてやる！誰のギャグ？コナミ。これ、笑いを取るためにね、コナミがこれ言ってるわけですからね、これ基本的にはね。それからですね、ペンネーム西茜。問題。避難するときのお約束といえば、どさくさに紛れて、殺さない、何も盗まない、見殺しにしないですが、子供に教えるときは何の3文字というふうに言う？コナミ。お菓子とかだったけどな。押さない、かけない、喋らない、ね。さあ、あまりに熱いクイズばかりになってしまったので、続いてはこちらです。答えが24時間テレビになるクイズ。24時間テレビクイズ、キュキュキュの9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 ！太宰治の著書「走れメロス」の中で主人公メロスが命の限り走った理由は何？24時間テレビ。まずはこの曲をお聴きください。さて、何が長い？24時間テレビ。ケンちゃん、どうしてお母さんの財布からお金取ったの？言いなさい。24時間テレビ。毎晩今のテレビでファイナルファンタジーしていたのに今夜に限ってなぜ？24時間テレビ。来年は嵐や松島奈々子あたりが司会で、辰吉丈一郎が走ってココリコが土の子探しなんてことをやりそうな番組といったら何？24時間テレビ。徳光さんが自宅近くのドラッグストアに大量の V ロートを注文すると何の前触れ？24時間テレビ。自称年収8兆円にもかかわらず、タレントの伊集院光さんが毎年納税者番付に登場しない理由の一つは出演料がペリカ建てだからですが、もう一つはある番組に給料を全額寄付しているからです。さて、伊集院さんは当然のことですからと言って決して公表しないこの番組とは何でしょう？これね、24時間テレビなんですよ。内緒内緒内緒ね。
趣旨を勘違いした釈由美子さんがマムシ酒を持って武道館に現れたのはどんな番組においての珍プレーでしょう。みんなボトル持ってきてるから。24時間テレビ。当然のことながら出演タレントは全員ノーギャラ、受け取ったスポンサー料は全額寄付という素晴らしい番組は24時間テレビ。短命で有名な TBS テレビの昼の帯番組、放送時間が1日1時間、1月23回放送で合計23時間なことから、打ち切られずに1月続くとスタッフ一同あの番組に並んだぞと言って涙を流して喜びます。さて、昼帯のスタッフが目標とするあの番組とは何？24時間テレビ。番組中に募集したファックスの大部分は可愛いイラスト入りの V6 頑張れやらマサさんファイトといったものでしたが、少なくとも1枚だけはリカ子のデコジワに八丁味噌を詰めてくれというものが混入していたはず。といえば何という番組でしょう。ヒント、やることがないので大部分見ていました。とても退屈でした。お前が送ってんじゃねえか。24時間テレビ。徳光さんが自宅近くのドラッグストアに大量の V ロフトを注文すると何の前触れ。24時間テレビ。これ愛知県名古屋市、ペンネームさすらいの大道芸人。それからですね、本名 OK 青木健二の長い夜長い、あれも松山千春勝ちでしたからね。すでにクイズの内容よりも千春勝ちってとこありましたからね。当然のことながら出演タレントは全員ノーギャラ、受け取ったスポンサー料は全額寄付という素晴らしい番組は何でしょう。これも24時間テレビなの。板橋区の福島くんですね。あとですね、コナミ問題の方はですね、桑和清原の KK コンビが復活、なぜ何のせいかね。もうこれコナミが頑張ってくれればこういうことになるわけですよね。神奈川県綾瀬市、ペンネーム月の流す涙。あと俺これ好きだったな、昨年東京ドームで上がった声援ベスト3、3位カットバセ松井ね、2位奈良原地味すぎ。ね、で1位が有料カード横須賀。あながち嘘じゃないですからね。相模原本名 OK 井上敦プラスアルファさんということでですね、来週あれだね、なんていうのかな、安心して頑張ろう。安心してその何答えが言えるようなクイズの方がいいですから、じゃあ1つ目の答えが、30から40ね。これぐらいだったらもう別にね、大丈夫ですからね。で、二つ目の答えがですね、甘栗剥いちゃいました。ね、それぞれのですね、答えになるようなクイズを募集しています。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光る深夜のバカ字から、30から40クイズ999の9、もしくは甘栗剥いちゃいましたクイズ999の9の係まで待っております。